はようございます。よいしょ。おはようございます。遅れてすいません。おはようございます。うん、むーちゃん、こなちゃん、おっさん、おはようございます。懐かしい。おはようございます。おはよう。朝からそう、今日は赤です。今日は握手会です。よしゆきさん、スイカありがとうございます。おはようございます。そう、赤珍しいんですよ。赤、おはようございます。全身見せて。え、ワイエンさんとレン近い。そうなんですか。え、え、じゃじゃらん、ワンピースです。うん、あ、待って、よいしょ。昨日はショールームをめっちゃショールームにめっちゃ出ました。朝自分のこの自分のショールーム配信して、じゃんけん大会のやつやって、そう、16期のじゃんけん大会予選の代表者はたやちゃんになりました。はやみさきちゃんとが、チームメイトさんとじゃんけんします。明日かな。アルパカです。豆腐マン、そう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 。で、たやちゃんが優勝したんだけど、私初戦でたやちゃんに負けてて、だからなんか私なんか嬉しい、その優勝してくれて。16期のじゃんけん女王はたやちゃん でその後なんかみんな遊びでこうじゃんけんたやちゃんとしたら本当に強くて、そう、全然勝てなかった。見た。そう、なんかね、うん。すごいスッて負けたから。8.3 年、そうなんだ。そう、それで昨日はその後明日よろしくに参加さ、あの出させてもらって、そう楽しかった。なんかそう、自分いつも通りやろうと思って、あんま緊張しすぎずにやれたらいいなと思ったけど、結構楽しめたのでよかったです。で、明日、うん、今日はカオリンです。カオリンに電話をかけました。ミンミンさん、16期のいいところよかった、ありがとうございます。そして今日はおにぎりを持ってきたので食べます。いただきます。おはようございます。土踏み、はい、私はチョキで負けました。いただきます。うん、メンバーのクイズ、あ、クイズないの、朝ごはんこれだからね。中身、あ、いいですね。じゃあちょっと待ってください。待って、ホワイトボードの準備。じゃあ今から投票しよう。中身アルパカ。やば。よし、オッケー。投票します。
おにぎりの今食べているおにぎりの中身は何でしょうか。中身はシューマイ。たやちゃん。でも前私なんか唐揚げ、唐揚げがおにぎり、おにぎりの中に唐揚げが入ってたことがあります。さあどれ、あと5秒です。5、4、3、2、1。せんてれん、うん、梅が多いですね。でもなんかすごい、あ、違う、梅が一番多くて、鮭たらこ。梅好きだもんな。梅、正解は、でん、2番のたらこでした。4割の方、4割じゃないか。違うね。4分の1の方、おめでとうございます。なんか海苔最近巻いてなくて、巻いてないというか巻かないでって頼んだんですけど、なんだろう、あの歯に海苔がつくのでそう、あのおにぎりをこう持ってってお昼ご飯とかに食べることが多くて、で家で食べたらなんか別に海苔ついてもいいんですけど、外とかで例えばなんか電車待ってる時とかに食べたりするんですよ。それで海苔ついたらもうなんかすごい恥ずかしいじゃないですか、取れないし。そう、だからなんか海苔をつけないっていう習慣ができました。たらこです。まだ出てきてない、あんまり。うん、笑って食べない。おはごめ、うん。そう、わあ、アルパカさん店だけと豆腐くまです。おはようございます。昨日の明日よろしくに一緒に出ました。そう、持ってこうと思って、お茶持ってきました。これ見てください、あの京都で作ったんです。これ私が作ったというか、あの絵を描いただけなんですけど、この赤い部分、私が自分で描いたんですよ。桜。お、ちょっと、ちゃんと描こうと思って。うまい、イェイ。中学生？ん？高校？いや、中学生の時にやった。うん。配信は30分までです。今日はこのお洋服です。初めて来ました。なんだっけ、ちょっとね、画面がすごい緑がかってる気がする。青、青がかってる。よしこれ作ってはない。会場にいます。早い。でもそうだよね、もう始まってるよね多分。拍手握手会で来てください。これですか。これは今日着ていきます。ぶっちゃんさん、だるまありがとうございます。そうですよね、一部じゃあ、でもずんちゃんとかは始まってるのかな。うん、確か一部だと思う。うん、だるまありがとうございます。うん、よいしょ。その、そう、おりんとずんきずん、そうだね、3人。今日ずんちゃん誕生日だ、わーい
ちゃん誕生日お誕生日おめでとうの嵐ずんちゃんにずんちゃんは17歳ですね。同い年、あ、同い年じゃないけど、あの、同じ学年、同学年。初見です、ありがとうございます。おはようございます。日曜日行くね、待ってまーす。あ、かなぶんじゃん。おはあちゃん。あれ？かなぶんはまだ始まってない。かなぶんは、もうすぐ始まるのかな？うん、はなちゃんおはようございます。8日の昼公演良かったです。レベル上がってるね。ありがとうございます。ありがとう。次は次はいつだ。かなぶん偽物嘘だ。出張公演もあるし、わーいわーい、楽しみ。出張公演ね、HKT さんは行かないんですよね。 SKE さんと NGT48 さんの劇場に16期が行きまーす。ちょっとね、お、AKB すごいじゃんって思われるように頑張ります。手羽先食べれます。食べた前、名古屋行った、あの握手会行った時にお弁当で手羽先が出て、なんか想像してた手羽先、あのこっちで食べた手羽先と違って、なんかすっごい胡椒、なんかすごい味が濃くてびっくりした。舞台裏情報、そうですね。でも劇場ではあんまり携帯はいじれないから、今日の握手会はできるけど、手羽先みたいそれは褒めてる。わー、おはようございます。ユイリーさんも来るのかな、来ないか、リハーサルだけとかかな。今幕張ではありません。私は10、あ、何時だっけ、3部からとかだった気がする。3478だっけな、3478部です。親指だけ太くて、よく見てくれてる。そうなんです、私めっちゃ親指太くて嫌なんですよ、私はこの指が。でもこれマッサージに向いてる指らしくて、こうなんかすごいこう曲がるんですけど、なんかマッサージがうまい指だって言われましたね。ちょっとそう、でもね、16期にね、前肩もんであげたおりんとか、12時から12時半からありがとうございます。そう、おりんとずんちゃんとまなかとかの方をもんだ、こないだ劇場公演のリハーサルの前に。そう、おりんちゃん喜んでた、よかったアルパカにマッサージ。それではそれでは今日の歌を歌おう。イエーイ。今日の歌を歌おう。今日のお歌は、
はい、今日のお歌は今日のお歌はシンクロときめきです。あああ、家出の夜ね、今度歌おうじゃん。シンクロときめきです。聴いてください。シンクロときめき。フェンス乗り越え、非常口抜けて、教室までの最短コースさ。ふと隣を見たら時刻上習犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆくとき、君が先に登っているから。制服のスカート短すぎるよ、君のお尻がチラチラペッとく。あと数秒後には授業がチャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今はわきめも振らずに同じゴールまで走れ。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も乱れる髪も、二人の気持ちはシンクロときめき。どうにか制服席に座っても、なぜか心臓落ち着かないんだ。先生の話は眠くなるよ、頭は君のことでいっぱいさ。窓の向こう見たら2年 C 組で、君もまた授業に飽きていた。ちょうど不思議なくらいに同じ行動をしてる。ちゃちゃ。何が好きとか何が大事とか、きっとピンとピンとピンと一致するんだ。どんな漫画とかどんな音楽とか、二人のセンスはシンクロときめき。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も乱れる髪も、二人の気持ちはシンクロ中。惹かれてゆくのはシンクロときめき。ありがとうございます。終わりです。フルでした。ありがとうございました。いや、今日は渡辺彩さんに声を似せないように意識しました。なんか真似してるみたいな言われたからそう、真似しようと思えばもっとね、真似できる。うん、真似しようと思えばできる今日は夜はできないと思います。ちょっとあのあれなんで、なんだ、握手会が4部、願い事の持ち腐れは4部制なので、そう、10時に間に合わない気がする。だから朝だけです。はい、今は何分でしょうか今は何分ですか？20分くらい。ありがとうございます。22分。お、1分違う、ずれてアルパカさん。今日は握手会
連れて行きます。この2人を休憩時間に走あしたいけどしていいのかわからん。アルパカさん、スイカありがとうございます。山ちゃんさん、はい、この子を連れて行きます。トフクマもショールーム仕様にしようかな。なんか司会のデスクを。今日は金曜日です。アルパカオフホワイト、確かに。いやでも意外とホワイト、ここが本当にホワイトなんですよ、この壁が。いや私の黒さがバレてしまう。湯飲みは持っていかないかな。今日は3部、4部、7部、8部です。そうですね、お盆に入ったのか。うん、顔色悪そう。多分ね、この部屋の色ですね、青なんですよこの部屋。そう、じゃあ何しようかな。おにぎり食べよう。うん、おはようございます。青い光、なんか蛍光灯なんですよ、普通のホワイトの。うん、なぜか青くなる現象。空色、空の色かな。おにぎりはホワイト。あ、これが本当のホワイトか。アベッチュさん、だるまありがとうございます。本当だ、これが元の色ですね。君だけにチュチュチュ、ずっとこうしてようかな。これが元の色です。握手会頑張り、ありがとうございます。お、不思議、私の手はすごい力を持っているんだ。ということで、このままランキングを読もうと思います。はい、第13位よしゆきさん、ありがとうございます。12位ブースケさん、ありがとうございます。第11位マナさん、ありがとうございます。第10位ジロ、違う。あ、変わっちゃった。琥珀さん、ありがとうございます。変わっちゃった、どうしよう。マナさん、コバトンさん、ありがとうございます。ベンちゃんさん、ありがとうございます。第7位アベッチュさん、ありがとうございます。第8位ブッチャンさん、ありがとうございます。第6位ヤマちゃんさん、ありがとうございます。第5位231さん、ありがとうございます。第4位ひよこさん、ありがとうございます。第3位つんでんさん、ありがとうございます。第2位やったすまやさん、ありがとうございます。第1位こなちゃんおじさん、ありがとうございます。こなちゃんおじさん最初からいたよ。頭脳線が長い、本当だ。どっちだろうかね。じゃあ今日は終わりにします。
幕張メッセに来る方はぜひ楽しみましょう。そして来れない方も今日一日楽しもう。イエーイ。明日も配信したいと思っております。はい、握手会の合間は何どうしようかな、勉強しようかな、宿題に宿題、あ、そうだ、キャッチフレーズやって終わりにします。はい、私がマイクを向けたらクロスって言ってくれたら嬉しいです。お願いします。はい、あ、押し増しも可能です。私の連はぜひ来てください。あなたの視線と私の視線をクロースクロース。ありがとうございます。埼玉県出身高校2年生16歳のはーちゃんことクロスはるかでした。はい、ありがとうございます。見てくれて短い間でしたがありがとうございます。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。1701人の方、バイバイ、ありがとうございました。